皆さんこんにちは。滝渡辺研究室の渡辺と申します。我々の研究室ではですね、物質の開発としては有機化合物、特に有機の半導体というものを合成して、さらにそれのデバイス物性評価というものを一貫して行っております。それで出口戦略としては、例えばここにあるような超巨大なディスプレイ、電子広告だったりとか、あとはこういう電子タグですね、皆さんユニクロとかでこう買うタグ、あると思うんですけど、そういうものを有機物で作っているということです。でさらにはこの有機物、もちろんフレキシブルなデバイスでして、印刷ですね、この半導体はインクに溶けますので、印刷でよってこういう電子デバイスを作るというような研究を一貫して行っています。で我々の研究室の特徴はですね、この有機合成ですね、特に有機化学合成とか設計とかですね、良い分子を作るというところから出発して、その、分子半導体の特性をや機能をですね、最大化するための物性研究というものも行っています。でさらにはこういう柔らかいトランジスタで駆動するようなディスプレイを作ったりとか、集積回路を作ったりとかいうようなデバイスの工学というものも、全て一貫して行っているというわけです。で特にこの柏キャンパスでも珍しいのですが、我々の研究室ではベンチャー企業ができてまして、そういうベンチャーの会社とも一緒に共同して、こういう大きなデバイスというものを作っています。で化学とか物理とか工学、どの分野の学生さんも大歓迎でございますので、特に博士課程に進学したいという方は我々と一緒に研究できたらと思います。で電子デバイスの基礎的な研究からですね、新しい価値を生み出したいと思ってますので、興味のある学生さんはぜひご希望ください。ありがとうございます。